さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。すやーすやー、あれアラームかかってないけど朝だよね。カーテン閉め切ってたら当たり前だけど全然わからないな。よし起きるぞ。おはようございます皆さん。今日は僕木村真也さくらボーイズ真の一日のルーティーンをお送りしたいと思います。なおこちらの日付と時間はまあ大体の目安なのであんまり細かいとこは気にしないでくださいね。メガネメガネっと。実は僕家族と住んでいるわけではなくプチ一人暮らしみたいなものをしています。それはまあおいおい後で説明しますね。あれ母さん、なんだ来てたのか。母さんおはよう。深夜おはよう。洗濯物とかちゃんとしてるかなと思って見に来たけど、あなた相変わらず子供っぽいシャツ着てるわね。うるさいな、そんなのいいでしょ。それより早くしないと学校遅れちゃうからもう行くね。待ちなさい、少しぐらい朝ごはん食べる時間あるでしょ。下に用意してるから食べていきなさい。相変わらず青色が好きね深夜。それは母さんも同じでしょ。いただきます。いつも朝食は冷蔵庫の中にあるヨーグルトとかまあ適当なものを食べてる。今日はたまたま母さんがいたからこんな感じだけど。深夜バンドの方はどうなの。母さんあんまりそういうの詳しくないけど、いい加減見に行かせなさいよ。いいよ恥ずかしいから。もう少し有名になったらね。有名になったらね。深夜がそういうこと言うのなんだか母さん嬉しいわ。あなたピアノにはさっぱり興味ないんだから。ごめんね母さん、ピアノより歌うことが好きになっちゃって。それじゃあ母さん学校行ってくるね。もしかして今日お昼間はピアノ教室か何か。ええそうよ、今日は私の教え子たちがここで発表会があるのよ。深夜も音楽も恋愛も頑張りなさいよ。なんでそこに恋愛が入ってくるんだよ。それじゃあね行ってきます。なんとなく皆さんもお気づきかと思うんですけれど、一応説明しておきますね。実は母さんはピアノの先生をしていて結構有名なピアニストみたいで、それでこの場所はピアノ教室に使われたりピアノの発表会、それにイベントの催し物に使われる場所になってます。高校生になってから無理を言って僕はこの家に一人で住んでます。理由はこの家だったら思いっきり一人で声を出して歌えるからね。よしそれじゃあ授業を始めるぞ。教科書の1356ページ目を開けて。やばい、授業の雰囲気を和ませようとしてボケてるけど全然ボケに感じない。まあ学校に着いてから正直ただ授業を受けてるだけの普通の高校生と変わらないです。9時からだいたい3時4時までは想像できるような感じだと思うから少し飛ばしますね。ふう、授業終わり。よし今から放課後は図書室で勉強だ。だいたいライブがない時は一人で図書室に行って自習してることが多いかな。あれなんか今日図書室人多いな。今日はバンドの練習が夜からだからこの夕方の時間はこういう時間に当ててます。なんで僕が放課後こうやって勉強してるかっていうと、なんていうかバンドをやってる人ってこうちょっと勉強とかしなさそうなイメージあるでしょ。だからそういう活動をしていても偏見を持たれないようにしようと思って。まあもともと本は好きだから正直勉強だけじゃなくって好きな小説を読んでる時もあります。わあまずい、6時からスタジオ練習だっていうのにこのままじゃまたちょっと遅れちゃうよ。よく真面目な割には時間にルーズだよねって言われるんですよね。ライブがない日は夜からスタジオ練習があることが多いんですけど、だいたい6時が多いかな。ごめんみんなちょっと遅れちゃった。どうせまた放課後図書室で勉強してたんでしょ。ほんと勉強が好きだなしんちゃんは。ほら今日はリュウジさんご立腹で激しいドラム叩いてんぞ。好きな動物はトラ、タイガー。リュウジさん僕ちょっとそれ好きです。6時から8時の2時間練習か、それか6時から9時の3時間練習が多いかな。
今日はがっつり3時間練習の日でした。なあ腹減ったくね、みんなで飯食って帰ろうぜ。しんちゃんいい加減私服も持ち歩くようにしたら、いつも制服でそのまま来るんだから。ああごめん、だって学校帰りだから仕方ないよ。ほんとお前は真面目なんだかルーズなんだかよくわかんねえやつだよな。すやりゅうくんあれ寝てるよね、でもゆっくり手は動かしてる。スタジオが終わった後、いつもミーティングがてらみんなでご飯に行ったりします。なんだかんだでいつも帰ってくるのはだいたい11時前後が多いかな。あ、そうそう、これは余談なんですけど、実は期間限定で満天星空レストランっていうのもやってたりします。これは夏休みの期間だったり冬休みの期間にやってることが多いです。結構ここから見える星が綺麗だったりするんですよね。帰ってきて僕が真っ先にすること、それはお風呂に入ります。あれ、母さんが沸かしてくれてたのかな。あー気持ちいいな、今日はスタジオ練習もあったから思いっきり汗をかいたしな。あ、この後ろに映っているシャンプーとコンディショナーはファンの人からいただいたものです。ちなみにこのタオルもおしゃれでしょ。あのこのシーンはなんか恥ずかしいんで、あんまり見ないでください。0時ぐらいにお風呂から上がって、いつもそのままデスクの方に向かいます。これは何をするかっていうと、まあ SNS をチェックしたり、あとはバンドの事務的な作業かな。僕は楽器ができないから作曲とかはできないけど、その分歌詞を書いてます。歌詞を書くとき、なんだかこのぐらいの夜中の時間の方がいいのが浮かんだりするんですよね。よし、いい歌詞が書けたぞ。これをデータにしてメンバーに送信と。他にもこの時間に歯磨きをするとか、化粧水をつけるだとか、細かいルーティーンはたくさんあるんですけど、一応僕も少しは人気のアイドルバンドなんで、そこら辺は内緒ってことで。少し遅くなったけど、1時過ぎ頃いつも就寝してます。今日見てもらって分かる通り、僕はあんまりスマホをいじりません。エゴサとかそういうの聖司君はよくやるらしいけど、僕はライブに来てくれる目の前のお客さんの笑顔があればそれで満足です。以上、さくらボーイズのボーカルシン木村真也の一日のルーティーンをお送りいたしました。この後はライブ前のメンバーのルーティーンを少しだけお見せいたします。それでは皆さん、おやすみなさい。うわぁ、今日もお客さんたくさん来てくれてる。おいおい、お前まだ緊張すんのか、しん。でもしんちゃん、そんなこと言っていつもステージに立つと別人になるよね。そりゃまあ、時間とお金を使って僕たちを見に来てくれてるわけだからね。それじゃあみんな、ライブ前のいつものやつやるよ。今日も誰より一番お客さんを笑顔にするよ。僕も今日は寝ないように頑張るぞ。ったく、いつもこれやってるけど、ダッセーな、ほんと。でもさ、これやるとすっごくスイッチ入るんだよね。さあ、今日も来てくれたお客様全員を世界一のお姫様にしてあげよう。さくらボーイズ、咲いていこう。じゃあな、シン、先行ってるぜ。よし、落ち着いて、歌詞を忘れないように。さくらボーイズ、始めます。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろうな。バイバーイ。